はい、皆様おはようございます。7月の18日午前11時3分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、昨日の第2部の配信から、約半日ほど経過いたしまして、今日のね第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、この配信がね終わり次第、私は、実家にね、ちょっと突撃をしに行こうかなと思っております。まあ野暮用がございまして、そのついでにこの前ね皆様に申し上げておりました余市の札幌の、余市のね、25年もののウイスキー、あちらがね実家に保管されているということなので、突撃をしてね、おもむろにトクトクっと開けてね、トクトクトクとねコップについて飲んでやろうかな、冗談でございます。そんなことしたらね、もう母親にね締め殺されてしまうかもしれませんので、さすがにその冒険はできないかなと。ですけどいいですか、皆さん聞いてください。私ね、いいですか、兄弟がいるんですよ。まあ、妹がいます。で、私はまあ30後半、妹もね、まあ30半ば、まあお姉さんでございましょうか。まあこのね、私が住んでいる地域以外のところに住んでおりますので、まあ夏になったら帰ってくるんでございます。その時にね、中年の親父と、まあまあまあまだね、30半ばのお姉さんと、2人で一緒に結託をしてね、やってやろうかなと、やってやろうかなと思っておりますので、その時はね必ず、必ず皆様にご報告をね、いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、何のご報告なの。ウイスキーを、余市の25年もののウイスキー、金額約30万円でございます。これがねかなり値段が上がったということで、私の母親からね、興奮気味に、本当に興奮気味にね電話がかかってきました。それを私どもが開けるというね、荒技に出ていこうかなと思っておりますので、もう取ってたってしゃあないやんとか言いながらねやってやろうかなと。まあさすがに、ね、怒られますか、それをやるとね、さすがに怒られてしまいますから、様子を見ながら行こうかなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあね、まあほら瓶の中に、そうですよ、ちょっと色違いの、まあ色違いのというかね、色の似たものをね入れておけばバレないんじゃねえかと、ワンチャンでございます。はい、思っておりますので、よろしくお願いいたします。そんなことね、さすがにしたら、ウイスキーファンの方にね逆に怒られちゃいますね。さすがにやらないようにいたします。よろしくお願いしますよ。はい、そしていきますよ、今日の、おメニューの方なんですけれども、あと今日はねやっぱりね、サウナに、久々、ちょっと私も3日ぐらいね休憩してました、ちょっとサウナは。仕事もちょっと忙しくて、それもありましたし、今日もね、まあ今日はちょっと夕方以降、まあ夜でしょうか、第2部の配信を終わらせた後ぐらいにね、ちょっとサウナに久々突撃していこうかなと思いますので、そちらもね、あちらでございます。クソガキがって言ったね、おじさまがいらっしゃいましたら、何の話をしているのかわからない方はね、もしコメントに入れてください。もう一回一から丁寧に、丁寧に説明いたしますので、よろしくお願いします。はい、サウナにね突撃をして、そのおじさまをねとにかく探してあげようかなと思っております。よろしくお願いします。その時はね、前にも予告した通りね、お決まりのセリフをね、おじさまの顔をめがけてぶち込んでやろうかなと思っておりますので、その時にね、私ね、もうもし声が変わっていたら、おそらく鼻が折れているという状況になっておると思いますので、その時はねご了承ください。よろしくお願いいたします。ですから明日の第1部の声は見物でございます。よろしく。ちょっと鼻詰まってない、ビットマン TV みたいな。いや違います、鼻詰まってるんじゃないです、鼻折れてるんですみたいなね、そんな形で仕上げていこうかなと思いますので、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。はい、まあサウナもね行きたいと思っております。顔めがけてぶち込むって何をやねんっていうね、あのセリフでございますよ。よろしくお願いいたします。はい、まあ想像してみてください皆様。サウナの中で、マッパの男2人、片方が目ガン開きで、あのセリフをね、もう片方のマッパの親父様にぶち込むというね、まあまさにね、どういう、もう修羅場がね、修羅場が繰り広げられると思いますけれどもね、そこはよろしくお願いいたします。はい、明日の朝第1部の声見物よということで、まあさすがにいないと思いますけどね、よろしくお願いします。はい、まあいたらご報告いたします。最近見ないんですよ。最近見ない、ワンチャンだから、ワンチャン視聴者様説あり、いや仮想通貨してそうな感じはするんですよ。ぶっちゃけた話してそうな、わかりますよね、雰囲気してそうな感じは、なんか香ばしいものが好きそうな感じはするので、ワンチャンあるんじゃないかなって、本当にこれ俺のことやみたいな。もしね気づいたおじさま、よろしくお願いいたしますよ。はい、じゃあ早速ね、今日の第1部のおメニューの方行ってみたいと思います。よう喋るなとね、申し訳ございません、これが私の仕事でございます。はい、まあ YouTube はね、仕事とはあまり思っていない。はい、まあ昼間のね仕事も喋る系統ですから、まあ喋るのが、仕事ですからね、パンパン口からね、言霊が出てくるわけでございます。お願いいたしますね。はい、そしていきますよ、今日のおメニューなんですけれども、まずはねビッツコイン様、はい、そして次はイーサリアム、で3通貨目 XDC でございます。はい、そして ICP、で BNB、はい、そしてビチェーンでございますね、ビチェーン。はい、そして H バーヘデラハッシュグラフ、はい、そして、8通貨目はチリーズ、そして9通貨目はリスクで行ってみたいと思います。いきます。はい、そしていきますよ、重要ニュースの方が
お二つでございます。お二つ。海外のね、方でもあまりニュースが流れていなかったので、で、日本のニュースもあまり更新がされていない状況でございましたから、まあ一応ね、気になるような、なんか面白そうなものをお二つ、ちょっとピックアップしました。まあ、軽めにね、行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、日曜日の第一部の配信、ぜひとも楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。今日は、おじさまの顔面にあのセリフ、いたらぶち込む、ビットマン TV でございます。よろしくお願いいたします。はい、行きまーす。今日ね、はい、まだ続くんかいとね、私の地域はね、カンカン照りの、まあ、もうものすごくね、天気がいい日でございますので、気持ちよくね、行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。そしたら、まずはですね、ビットコイン、行ってみましょう。行きまーす。ビットコインなんですけれども、ただいまの価格が$32,200付近、を推移しているような状況。で、日本円で言うと354万円あたりをね、うよよーと動いていると。まあ、うよよーというかね、パーンと、先ほどね、ちょっとパーンと反応があって上げてきました。ですけれども、いいですか？ちょっとごめんなさい。雲消しますね。わかりにくいので。やっぱり抽選ラインで押されてますよね。ですから、ここの金額つけていったのが、$32,440。やっぱりね、まあ、昨日、おとといあたりでしょうか。テレグラムの方でね、私が言っておりましたけれども、$32,500。そこを抜けるのが、キモーってね、その流れからの、焼肉屋様でございます。谷本様のね、ご紹介に入りましたけれども、やっぱり$32,500っていうのが、やっぱり肝になってくるのかなと。で、これはやっぱり抽選ラインをね、超えてくれば、まあ、ちょっとはね、力強さが出てくるんでしょうけれども、覚えてらっしゃいます？昨日のまあサムネ、見ていただいたら、第2部ね、見ていただいたらわかると思うんですけれども、13,003BTC が、コインベースの方にね、移されているらしいので、ちょっと売り圧がね、気になるなというところ。もう今それが引けた状態、いや、引けたというニュースはね、出てきてなかったので、まだね、まあ取引所の方に残っているとは思うんですけれども、上がってきた時のね、戻り高値、まあ高値でのね、売り、ここには警戒でございましょうか。ですから、どこかと、言いますと、おそらくやっぱりね、この下落チャンネルの上端値付近、$34,000とか、この付近での売りがね、ちょっと入ってくる可能性がありますので、そこは注意でございますね。もしくは$34,600、ここでの売りが入ってくる可能性があります。その取引所に移動されたものがですよ。ですからそこがちょっと注意かなという感じがいたしております。で、7月の18日でしたから、今日ですか？今日明日ぐらいですよね。海外の時間で18日だったら今日、明日あたりでしょうか？あちらね、グレースケールの GBTC ね、あちらのロックアップが、解除されるということで、売り圧になるのか、どうなのか、またそこがね、ちょっと不安なところでございます。いますけれども、ですからいいですか皆さん、今日明日明後日、あたりぐらいですよ、1日2日ぐらいね、また注意するね、相場が来ると、まあ注意するというか、大きく動く可能性のあるね、相場が来るかもしれませんので、そこはね、要注意でお願いいたします。 OK ですか？で、今ね、実際問題、抽選ラインでね、こうやっぱり押されているんですけれども、一ついい要素があります。これは何かって言いますと、1時間足レベルの、いいです、ちょっと雲をね、見ていただきたいんですけど、1時間足レベルのね、雲がほら、なかなか抜けられずに、いたんですよ。こういった形。まあ、この部分はちょっと抜けているんですけども、このちょっと右側にね、ずれていただくと、やっぱり雲がね、ちょっと邪魔、ちょっと線がね、ごちゃごちゃしてますけど、雲が邪魔になっていて、まあ、中には突入してきているんですけれども、長期、ちょっと見えづらいですけど、長期のね、ちょっと一回消しましょうか。はい、こういった形で、ごめんなさいね。こうです。長期の次はほら、移動平均線が邪魔になっている形で押されている。で、右側に行きますと、こちらもね、一緒。はい。まあ、ここはもうそうですね、雲を上に抜け切らずにということです。はい。長期の移動平均線がどうのこうのとかいう話じゃないんですよ。で、今見てください。今見てください。ちょっとかなりね、短時間なんですけれども、もう一回言いましょうか。ここですよね。雲の中に突入してきたんですけれども、長期の移動平均線が邪魔になっている。そして押されていったということです。ここですよ。で、右側にずれますと、いいですか？雲の中にね、突入して抜け切らずに、もう長期の移動平均線にタッチすら、せずにね、もう下がってきた。で、今回はどうか。雲も抜けて、ね、いいですか？長期の移動平均線もね、クリアしている状況になっているんです。これは、まあ、いい要因じゃないんですか？全然今までとはね、違いますので、ちょっとそこに対する期待感を持っていきたいなと。ですから、ワンチャン、一回ね、ここ、下落チャンネルのレジスタンスラインの$34,000付近までは、一回持ち上がってくる可能性はあります。今、この状態でいくと。OK です。ですから、まあ、もしね、もし、この配信が行われている時に、まだこの値位置でステイしているんであれば、まあ、あまりね、おすすめはしないんですけども、これ前々から言ってますもんね。あまりおすすめはしないんですけれども、短期、並びに FX のね、ロングを仕掛けていって、上のこの上端値$34,000ぐらいを狙っていってもいいかなとは思っております。で、出来高がね、別にそこまで入ってきているわけではないので、増加しているわけではないのでね、落ちてきたら一気に急落っていう可能性もありますから、そこは注意。必ず損切りラインをね、決めておいてください。まあどうでしょうかね。この1時間足レベルでの長期の移動平均線を割れ込んだらね、ちょっと逃げていただくとかいう形が、損切りをしていただくっていう形がいいかもしれません。はい。で、あともう一つは、いいですか？このまあ、レジスタンスラインまでね、いけるかなと思うんですけれども、
この長期のね、4時間足レベルの、この長期の移動平均線っていうのがね、また邪魔になってくるかなと、まあ何回かはね、意識されていますので、こういった形でね、ヒゲつけてポーンって戻ってきている。んで、ここもそうですよ。あ、左側ね、まあ、こちらどうでしょうか。ここら辺もそうですよね。まあ、移動平均線がちょっと意識されている部分がありますので、ですから、一旦ね、この、レジスタンスラインの上、ここね、このラインぐらいまで、このレジスタンスラインぐらいまで、バーンと上がるかもしれませんけど、ヒゲで押し戻されて、結果、このね、4時間足レベルでの長期の移動平均線より下でローソクを確定して、ズルズルとまたね、落ちてくる可能性がありますので、もし入る方であれば、やっぱりね、また細かいやり取りになりますけれども、まあ、あまり欲は書かずにね、33,500 とか、そういったところで利確をねしていってもいいかもしれません。はい、もしこの配信があるときにまだこの値位置でステイしているんであれば、ちょっとロングチャンスよっていうのはね、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、そしてあとは、やっぱりね、様相が変化してくるのは、まあこれはもう前々から変わりませんけれども、いいですか。あ、ちょっとずれましたね。前々からね変わりません。ちょっと 27,600 これぐらいでしたね。前々から変わりませんけれども、このね、雲の中にとにかく突入してほしい。で、今もうね、この青いね、かなり重要な、サポートレジスタンスライン線がありますけれども、このラインを突破してくれればね、基本的には雲の中に突入しますので、ちょっと力強さが出てきて、ほら、この青いラインを突破するっていうことは、雲の中に突入してくるということは、今の時間軸的にね、この短期でのサポートラインよりも上にね存在するようにさらになりますから、ここをねサポートとしてぐんぐんと上に上がっていってくれる可能性がまああります。まあ可能性の問題ですけどね。ちょっと今はね、やっぱりこうレンジ内を動いているので、ちょっとなかなかね、方向感がとにかくつかみづらいでございます。私の中ではまだね、下目線が継続中でございますね。上がっていったら戻り売り、されて落ちてくるんじゃないかなと思っております。はい。ですから下げにはまだ依然として警戒感を残しておきましょう。こういったね、相場感を一掃するときって結構ね、ぶち上げがありますから、ブレーッと、わかります？もうガーンみたいな形で一気に陽線ブレーッみたいな。ですからその要因が何なのかっていうのを皆さんはちょっと注目をしておいてくださいねってことです。それが起こったとき、あとはもう一つね、一気に下落してきたときの要因。まあ下落要因はもうね、我慢できずにもう投げ売りが入っちゃって、でほら戻ってきていいですか。要するに上がってきたんですけどもね、それをチャンスと捉えて今まで頑張って握っていた方々がもう一気に売りを入れてブレブレブレってね落ちてくるっていうパターンがありますので、まあ下落要因はそれが大きいでしょうか。で、逆に上昇要因に関しては、一気に陽線をバーンってつけていくような上昇要因に関しては、これは注目に値することでしょう。何かしらのビッグニュースが入っている可能性がありますので、そこには要注目をしておいてください。はい、ですから今はね、とにかくどっちに、触れるか分かりませんけれども、その触れた要因にね注目をしておく。ですからまあそういった意味も含めますと、総じてやっぱりね、剣相場っていうのがねちょっと続いてきますから、ちょっとねストレスが逆に溜まるかもしれませんけれども、ここはやっぱり、相場師の皆さんとしたら、我慢のしどころ、やっぱり我慢のしどころ、ここはね、ちょっとこう意識をしておいてください。やっぱり細かいね、ちょくちょく金での利益は取れると思いますよ。ですけど我慢って言ったのは、例えば相場感がねガラッと一新するような、ものがすぐすぐ来るかって言ったら、そこはまた疑問でございますから、そういった意味での我慢ということです。はい、相場感が、今弱気でしょ、それが強気に変換される、そこまではちょっとねまだね時間がかかるかもしれませんから、そういった意味で我慢をねちょっとしておいてくださいということです。細かいねやり取りで、私がほらさっき言ったように、今ぐらいの値打ちでねステイをしていただいて、抽選ラインを突破した状態であれば、33,500 ドル付近までね、ワンチャン狙っていけるかもしれませんよ。調子が良ければ34,000ドルぐらいまでつけるかもしれませんよと。ですからこういった相場感でも稼げないってことは全然ないので、はい、勝っている相場師の方たちはこういった相場感の中でもね、やっぱり取るべきところはしっかり、細かいですけど取っていく方が多いので、まあ皆さんもね逆に、しっかりと損切りラインとか、あとはちゃんと利確ラインっていうのをね設定できるんであれば、ちょっとほら今までやったことがないんであればね、ちょっとチャレンジしてみてもいいかもなという感じはねいたしております。あ、その際はいいですか、まずはちょっと少額でいきましょう。少額のもう低レバでいきましょうよ。で、まあちょっとね言い方はかなり荒いんですけど、まあお金はねものすごく大事なものですよ。それは当然皆さんがね一生懸命働いて、まあ稼いだお金じゃないですか。ですからまあなくなっていいお金なんてね絶対ないと思うんですけども、まあこれぐらいだったらちょっとほら、もしね何かがあって、すべてねロスカットされたと、強制例えばロスカットされたとしても、まあ許容範囲かなっていうぐらいのレベルでね、もし今まで、FX やられてない方、やられたことがない方であれば、ちょっとやってみることをね、まあおすすめというかね、やっぱりこう相場の中に長く生きていくためには、たまに FX とか短期での勝負っていうのは必要になる時もやっぱりねちょっとありますから、ちょっと一回ぐらい慣れておいてもいいかもしれません。はい、ですからそういった意味でもね、あまりチャレンジャー的なことはねしないようにお願いいたしますよ。とにかく退場は絶対に禁止でございますから、強制ロスカとかねされたらもう相当ね心がもうポキッと一瞬もうほんと折れまくる状態になりますので、やっぱり、まあ初めはねちょっと少額で行くのがベストでしょう。で、徐々に慣れてきてからレバレッジをねちょっとだけ高めていくとか、ちょっと入れる資金をね、ちょっと上げていくとか、そういった形でね、いわゆる来たるべき時の、大相場のため
ためのちょっと練習としてやってみるのはね、おすすめでございますので、まあチャレンジをね1回ぐらいしてみてもいいかなと思っておりますので、その際はごめんなさいね、ちょっと案内みたいになって申し訳ない、この流れの中で、はい、この流れの中で、私がね FX 関係に関しては、あ、ごめんなさいね、この一番右上のバイビットというところで、行っておりますので、もしねアカウントを作っていらっしゃらない方がいるんであればね、私の、あちらツイッターもやらさせていただいております、トップの方に貼り付けております。あとはこの動画のねコメント欄の方に、リンクを貼っておりますので、ぜひともねそちらの方をご活用なさってみてください。あとね、新しいなんかねキャンペーンが出てきてました。バイビットさんの方で、しゅんちゃんね、しゅんちゃん、バイビットのしゅんちゃんね、しゅんちゃんわかります、ツイッターのね方に、バイビットしゅんっていうね、ツイッターアカウント名のしゅんちゃん、しゅんちゃんからね、こうなんか来てましたよ、キャンペーンがありますよみたいな形で、ですからそれもタイミングを見計らってねちょっと貼っていきたいなと。だから 10% かなんか手数料割引みたいな形で、なるみたいな、私のこちら、もう、なんかね、今ね、もし登録、私のこの、あちらですよ、リンクを活用してね、登録していただいた方も、なんか、ちょっとちゃんと読んでなかったんですけど、10%、手数料がなんか割引になるみたいな、キャンペーンを行いますよ、みたいな感じで来ていたので、ちょっとタイミングが合えばね、それをちょっとこうね、まあ、流していきたいなと思いますので、よろしく。ちょっとちゃんとはっきり見ていないので、ごめんなさいね、確か 10% 割引のキャンペーン、手数料がね、やっておりました。もしそこね、流した際にはよろしくお願いいたします。なんかもう、作っていても、アカウントを作っていても OK みたいな感じだったので、この機会にね、ぜひとも FX 関係バイビットでねやってみてください。よろしくお願いいたします。はい、まあそれなんかいるんですか、ちょっとまあごめんなさいね、もう一回ちょっと確認してみますね。気になる方はコメント欄にねくださいお願いいたします。はい、そしたらね、次行ってみましょう。今ちょっといい形よと、抽選ラインを突破していい形よ、はい、1時間足レベルの雲と、あとねこの長期の移動平均線も上にブレイクしているのでいい形よというのはね押さえておいてください。はい、次行ってみます。次はこちら、ポチッとな、行きます、行っちゃいます。ビッツコインが金次ならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします、お願いいたします。ちょっと今ね見てびっくりしました、今確認しました。はい、イーサリアム様なんですけれども、ただいまの価格が1980ドル付近をね推移しております。なかなか下がってこなかったですね、すいません、ちょっと来るかなと思ったんですけれども、ごめんなさい。これね1735、私も差し値置いておったんですけど、ここまで落ちきらずにちょっとね今ね、まあ下がってくることが嬉しいの、今回は一回下がってちょっと差したかったなっていうのがあります。まあちょっとわかりませんよ、今からどうなるかわかりませんけれどもね、まだ全然その弱含みな展開、まあビットコインもほら下落チャンネル内を推移しているので、それは依然として変わりませんから、まあまだねイーサリアムも1735までね、まあ落ちてくる可能性がありますけど、今の流れで今のチャート形状的に言うと、いいですよね、当然これは、高値を結んだラインをブレイクしましたので、一旦の上昇はねちょっと期待できるかもしれません。はい、その際は行きますよ。まあもしねこの配信が行われた時に今の値位置ぐらいでステイしているんであれば、ちょっとロングをね仕掛けてみてもいいかもでございます。はい、こちらはねあと短期勝負してもいいかもなと。でやっぱり上は2100ドル、この長期の移動平均線ですよね、ここがやっぱり邪魔になってくるかなと。あとは雲がねちょっと存在しているので、この雲の片地ぐらいでまあ押される可能性がちょっとありますね、ヒゲつけてピョーンとヒゲつけて戻ってくるみたいな。ですから一旦2050ドルぐらいまでは上がっていって、そこからの攻防を見ていきましょうと。でもねちょっとどうでしょうかね、今ね、これね、高値を結んだラインをね、まあ、きちんと突破はしてきたんですけれども、この雲のね、右下がりの形がちょっとこう、ずる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 とね、こう、いきそうな感じもしますので、ちょっとまだ予断は許さない感じでしょうか。ですから、まあ、一応ね、チャレンジする場所としては申し分ございません。はい、当然、高値を結んだラインをね、ブリブリっとね、ブリブリっと、いくぜ、ぴょんみたいな形で、いくぜ、ぴょんでございますね。こういった形で、ちょっとね、こう、ピッと上がってきた状態でございますから、それはチャンス。重要なラインを抜けておりますのでね。ですけど、ちょっと上をね、重くするものがありますから、理想形としたら2200ドルを超えたら強さが出るんじゃないんですか、やっぱりこれは。4時間足レベルでの雲を、あとはね、長期の移動平均線クリアしますので。で、他のもちょっと見ていきましょうか、雲がね。あー、でもこっちがね、邪魔になるんですよね。日足レベルでの雲がね、次2200を超えてくると。あー、ですけど、2200ドルを、いいです、明確に実践として上抜け、ブレイクした暁には日足レベルでですよ、で確定させてくれば、いわゆる雲の中に突入している状態になりますから、まあ一旦はね何遍も言いますけれども2400ドル、そしてその上の2500ドルぐらいでしょうか、2530ドル、2550ドルぐらいですよね、そこ、そしてそこをブレイクしていってからの2900ドルっていうのが見て取れると思いますので、ここの青いラインにの上にね突入してきた際は、これはね FX の勝負のかけどころのまず一つ目じゃないんですか、だと思いますよ。割れたらね即損切りをしていただくっていう形になると思うんですけど、ここら辺付近で抜けていただければ、ここら辺付近で抜けていただければ、逆にこの雲の片地もねサポートとしての役割を多分果たすと思いますので、より強固な青いラインという風にねプラスの、要因が重なってきます。ですからある程度FX 並びに短期でね勝負をかけていってもいいのかなという感じがいたしますので、そこはねよろしくお願いします。はい、まあそれぐらいでしょうかね。であとは
ごめんなさい、もう一回4時間に戻りますけど、もうちょっと頑張ってほしいですね。うん、この雲の中に突入してきてほしい。まあ、チャンスですよ、チャンス。うん。1時間足レベルだと雲をね、上抜けしているので、抜けているので、まあ、これはいい形でしょうと。まあ、とにかく要因としたら、高値を結んだラインをね、綺麗に抜けていったっていうのは、これ強い要因ですから、雲の存在だけがちょっと気になるなというところで、意識はしておいてください。もしね、下に割れてきたら、即損切りを、つまり、この高値を結んだラインをね、割れ込んでしまったら、即損切りをしていくのがいいかなという感じがね、いたしております。はい。その際はまたね、1735をつけてくる可能性がありますので、もしかこう、ダラダラって落ちてきたらちょっと嫌ですよね。ダラダラって落ちてきたら、まあもう、掴んだ値位置、まあどうでしょうかね。まあこの、ここですよ。うん。1842ドル。この水平線ですよね。ここちゃんとサポートされてるじゃないですか。何回も。うん。ですから、こう、ダラダラと下がってきたら、この水平線をね、割れ込んだら、損切りをするみたいな形でもいいかもしれませんね。OK ですか？この1850ドルを割れ込んでしまうと、やっぱりまた黄色いラインがね、ダラダラ下げて、狙ってくる可能性がここありますから、そこはね、損切り候補の一つとして捉えておいてください。今はとにかくロングチャンスということでお願いいたします。はーい、次行ってみたいと思います。やっぱりね、上がっていってるとね、もう気分が弱って、やっぱ今日ね、もう実家に行って、ウイスキー飲んでやろうと思います。はい、もう心に決めました。嘘です。はい、行きまーす。さすがにまずいと。さすがにまずいとね。今日ほんといいことがあったんよって言って、もう話しながらね、パリパリって開けていったら、母ちゃん焦りますかね。あんた何開けてんだねーつって、キャーみたいな形で、だっていいことあったもんって言ってね。いやいや、さすがにまずいございますね。よろしくお願いいたします。はーい、次行ってみたいと思います。行きまーす。ぐんぐん頑張ってほしいなーとね。仮想通貨業界頑張れーと。次はですね、こちらでございます。ポチッとな。行きます。行っちゃいます。皆様の大好きな大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。パワーお願いいたします。いきます。いっちゃいます。はい。 XDC ジンフィンネットワークでございます。そしてまずこのね XDC に関して情報をお一つでございます。いきますよ。エクスチェンジビットレックスグローバル、これどこの取引所ですか。ごめんなさい、ちょっとそこまで確認してなかった。なんかね、コメント見たらなんか外国の方がコメントしてたんですけど、なんかウェルカムブラゼーって入れてたんですよ。ブラジルの取引所ですか。エクスチェンジビットレックスグローバルというところに、リストアップ、上場されるされた、うん、みたいな形で上がってましたから、今どんどんねどんどんジンフィンネットワーク侵食中よという形になっておりますね。うん、これはねもうね私の中では隠れた巨人になる可能性があるんじゃねえのと思っております。その通貨の一つでございますね、 XDC ね。うん、やっぱりこれはどうでしょうか。日本の方でも、まあ知っている方は多いですかね。でもどうですかね、 YouTube の中で取り上げてらっしゃる方もまあ当然いますよね。まあいるとは思うんですけども、こんなに頻繁にガンガン言いまくっている、まあチャート分析をしている方がいるかどうかちょっとわかんないんですけども、うん、まあ私のチャンネルはほら皆様もうご存知の通り、まあ日本の通貨も扱いますけれども、基本的にはね海外の方でちょっと話題になった通貨とか、うん、ああいったものがね、メインとなっておりますので、まあそちらね楽しんでいただけるかなと思っております。でこの XDC ももうそのうちの一つで、これはね、もう何べも申し訳ないんですけれども、やっぱりね、これ、トラベラ .com というところとパートナーシップを結んでおりますよ。XDC 様はですね、トラベラ .com。そして、そのトラベラ .com が、今ね、もう話題の中心にあります、バイナンスとね、提携を、パートナーシップを行っておりますので、XDC からトラベラ .com へ一本のラインが、そして、トラベラ .com からバイナンスへ一本のラインがね、引かれておりますので、この線がね、パンパンと繋がっていけば、うまくトライアングルがね、できる可能性があります。いわゆる XDC からバイナンスへというねトライアングルができる可能性がありますので、ここはちょっと期待しておきたいかなと。で通貨としても悪いものじゃないとは思います、というかまあ悪いものじゃないですよね。うん、あとはほらあちら、ごめんなさい、インドネシアでしたか、ごめんなさいちょっと忘れてしまいました。インドネシア、あそこら辺の地域でね、あの貿易関係の新会社を、合弁会社でしたか、を設立したということで十何社が集まってね、でそれがいわゆるメインとして貿易関係の信用上というものをね、なんとか解決できないかということで、作られた、うん、いわゆる会社らしいんですよ。で、その信用上というのがそもそも何なのかって言いますと、これ何回も言わさせてもらいますよ。これはね、あの国際貿易におけるものすごく重要な書類、国際貿易におけるものすごく重要な書類、これはどういったものか簡単に言いますと、国際貿易っていうのはね、国同士の関わりがまああるじゃないですか。ですから輸出する側、まあいわゆる出す側ですよ。出す側がやっぱりほらお金をね取りっぱぐれる可能性がありますから、出す側が要するに輸入側ね、受け取る側の銀行から、うん、まあいわゆるまあ
こう紙を紙をというか、そんな簡単な紙じゃないと思いますけども、信用状というのをもらうんですよね。いわゆるそのお金をまあきちんと払いますよ的なやつでございましょうか。まあそれが一番その国際貿易の中においては重要らしいんでございます。もしね、国際貿易関係をやられている方がいるんであればね、もし間違っていたら指摘してください。ごめんなさいね。一応私が見る限りでの私のね、まあ小さな知識の中での話で一応読んだんですけどね、信用状というのがものすごく大事で、それが今ね、まだ紙とか、あとはメールで送られるとか、で、ほら、あとはこう、いう風になっているらしいんですよ。うん、ですから、そういったものがね、ブロックチェーンで全て解決できるんじゃないかという話なので、それがメインとして、行われているのが、扱っているのが XDC というやつでございます。ジンフィンネットワークというやつでございましょうか。ですから、国際貿易にとにかく強いということでございますね。ですから、そういったね、通貨の代表格に、貿易関係の通貨の代表格になり得る可能性がありますので、ここはね、気になる方がいるんであれば、少量でもね、買っておいていいんじゃないのかなという雰囲気をね、しております。はい、よろしくお願いしますよ。で、まあ、詳しい内容はね、ちょっと知りたい方であれば、あちら、5分ぐらいの動画を、私、再生リストの中にね、新通貨のご紹介って言ってめちゃくちゃイキっているやつがあるので、その中に XDC 入れております。もう今十何種。あー、そうでしたね。こうね、新通貨のご紹介ね、やろうともなかなかね、時間が取れなくてね、ほんと申し訳ないですね。まあ、近々やります。今週行こうかなと思ったんですけど、ごめんなさいね。ごめんなさい。ちょっと近々行こうかなと思っております。はい。で、その中に入っておりますので、ぜひともね、参考になさってみてください。よろしくお願いいたします。やっぱり新通貨のご紹介はね、楽しいですもんね。申し訳ございませんね。ちょっと仕事がリアルに忙しすぎてですね、そういったものもありますので、サウナ行っとるやないかい。ごめんなさいね。はい、しっかり調べを入れて、結構ね、やっぱりね、こうね、ほら、新通貨のご紹介も結構やっぱり時間がかかるというか、あの期待の通貨よりはかからないですけれども、やっぱりこうね、皆さんに正確な情報をやっぱりね、お伝えしていきたいと思っておりますので、やっぱり深いところまでなるべくね、調べていきたいという形がしておりますので、そこはね、ご了承ください。よろしくお願いいたします。はい、もう私のチャンネルはね、ほんと、仮想通貨業界の総合案内所を目指しておりますので、よろしくお願いします。はい、でXDC なんですけれども、ただいまの価格がごめんなさい、はい、0.08 ドル付近をね、推移しておるような状況で、また新しくね、エクスチェンジビットレックスグローバルに、上場を果たした、するということなので、また今後ね、期待ができるんじゃないかと、で、まあ今ね、見ていただいたら分かるように、下です、下、何か、出来高ね、もう出来高がもうほぼない状況ですから、まあ興味がまたね、人々の興味が薄れていっているっていうのはまあ間違いないでしょう。もうやり取りが行われていないみたいな感じでございます。もうこの付近とほぼ一緒、この付近とね、出来高が伴っていないということですので、まあこういったのがね、一気にパーンと入ってくればね、跳ね上がるんですけれども、今の状況としたらどうなのか、チャンスです。チャンスです。何か、まあ、でも小幅です、小幅。まずそもそも、いいですか、高値を結んだラインをね、きちんとブレイクをしてきました、今。で、ここね、ブレイクして、戻ってきているんですけども、これはやっぱりここでしょうね。長期の移動平均線で頭を押さえつけられてね、まあ戻ってきているという状況になっております。で、この長期の移動平均線が、まだ上に存在している状況なんですけれども、まあチャンスはチャンスなんですけど、このね、ちょっと引きで見ましょうか。引きで、こういった形わかります？もっと引きで見ます。はい、こういった形。ここね、いいですか？上昇、まあ、いわゆる、2月の前半からね、バーっとね、サポートラインが引けている状況だったんですよ。まあ、かなり回数は少ないんですけど、1回、2回ですよね。ですけど、ここ。やっぱりこうね、なかなか抜け切らない部分でもありました。ここも見ていただいたら、まあ、ここはレジスタンスとして転換してますよね。で、そこから下に抜けてしまってからの、やっぱりこれ、ごめんなさい、サポートで転換してますよね。で、ここレジスタンスで転換してます。ですから、このラインがね、やっぱりあらかた効いてくるのかなと思います。で、あと、このヒゲを見ていただいたらわかるように、もうね、ちょうど実践ラインがね、この右上がりのこのラインと、なんとか割れずにね、実践ラインとして、実践として残しておりますので、やっぱりこのラインかなり意識されているのかなという感じがいたしております。ですから今の状況で行くならば、かなりね、時間軸的には、金額的にはね、短いんですけれども、徐々に上がってきましたね。ここ、やっぱり 0.086 ドルぐらいまでは狙っていけるかなと思いますので、そこに対する期待感をね、持っていきたい。ですから、まあ、どうでしょう、短期並びに FX でね、もう入るんであれば、まあ、ここよりもね、まあ、高値を結んだラインをね、抜けていったんですけど、なるべくなら、まあ、このライン上にもう一回回帰してからね、チャレンジをするっていうのがね、少なくともいいのかなと思っております。はい。でも、この長期の移動平均線がね、結構ほら、サポートとかレジスタンスで効いてますので、この4時間足レベルでの長期の移動平均線がサポートレジスタンスで効いてますから、まあ、ここを抜けてから、であればね、この上もやっぱり意識されますから、0.098 ドルを超えてからのロングインで、ちょっと大幅上昇を狙っていくっていうのがいいかなと思います。ですからちょっとね、まあ高値を結んだラインを超えて調子はちょっといいですけれども、短期並びに FX の方はね、待っていただくのがいいのかなという感じがね、いたしております。よろしくお願いします。まあそういった形でしょうか。あとは下に関しては、まあ黄色いラインね、
こういった形。うん。黄色いラインが、ある程度固く機能はしていくでしょうということですので、レジスタンスされてますしね。ちょっと左戻りますよ。こういった形。はい。黄色いラインが結構ね、意識はされてくるかなと思います。レジスタンスからの実戦でのサポートですよね。はい。こういった形で効いてます。実戦でのサポートが。うん。髭で抜けているんですけどね。で、あとは右側に移りますけれども、ここでもサポートが、まあ、効いているということなので、で、レジスタンスですよね。レジスタンス。はい。ですから、この黄色いラインが、強固にね、まあ、効いてくるかなと思いますので、また再度ね、落ちてきたときは、うん、黄色いラインでの長期保有目的の方、分割エントリーはチャンスでございますので、ここはね、もし資金に余力がある方は購入をね、検討してみてもいいかもなーという感じがいたしております。はーい、次行ってみましょう。行きます。行っちゃいます。はい、次はね、こちら。ICP 見ていきましょう。ICP でございます。いきまーす。はい。ICP なんですけれども、ただいまの価格が 33.94 ドル付近をね、推移しているような状況になっております。はい。で、これもちょっと引きでね、見ていきましょう。まあ、雲も入れてみましょうか。うん、こういった形でね。まあ、1時間足レベルから行くと、うん、こういった形。はい。やっぱり全体的に見るとね、もう、いい加減。ずる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 落ちまくっていると。で、一応一旦ね、青いラインが、まあ、支えとなってね、サポートとなって、後で入れましょう。うん。サポートとなってね、まあ、機能はしているのかなと思いますので、もしこのまま落ちてくるんであれば、28ドルでの、うん、まあ、あちらですよ、買い、うん、現物買いはね、まあ、ある程度推奨はできるかなという感じがいたしております。で、まあ、もうね、これもね、興味が薄れていっているというか、まあ、売りがね、まあ、戻ってきたら売りが激しいということなので、何かしらね、ビッグニュースがね、ちょっと入ってこないと、価格に反応がね、出てこないかな。で、やっぱりね、この間ですこの60ドルとこのね28ドル、まあ30ドルって言ってきましょうか。30ドルと60ドルの間でのレンジをちょっと作っていく可能性もありますので、ここからまた跳ね返って60ドル付近を狙うみたいなね形が出てくる可能性がありますので、そういった意味でも短期の方であってもね、ある程度28ドル、まあ30ドル付近での現物買いは、ちょっとチャレンジしてみてもいいかもねという感じがしております。はい、レンジを作る可能性がありますからね、こういった形でうようようでございますよ。こういった形でね、はい、ですからちょっとチャンスよと、うん、で4時間足レベルで見ていきますと、うん、今ねちょうど高値を結んだラインをギリギリね突破しそうな感じになっております。はい、今ねこれねちょっと広い時間軸で言うとこういった形わかります？下落の平行チャンネルを描いているような感じなんですけども、ちょうど青いラインがね、サポートとなっていきそうなので、なんとかここで粘っていただいて上をポンって狙っていくかなと思っていたら、矢先ですよ、うん、こうやって下がってきてからのポンがあるかなと思っていたんですけれども、今ちょうど時間軸的にね、ちょっと上に抜けそうな感じがしておりますので、 OK ですか？ここは、まず一つ、うん、上昇がね、見受けられるかもなと。でもねこれもう見たらわかると思いますけれども、4時間の雲がね、ちょっと邪魔になる可能性もありますので、一旦は、どうでしょう、37ドルぐらい、38ドルあたりで押されてくる可能性がありますから、まあかなり小幅ですけどね。もし、うん、これね、まあここまで待てないよという方で落ちてきてね、ここで現物を買おうと思ったけど待てないよという方であれば、うん、こうやってダラダラ下げてくる可能性がありましたので、うん、もし抜けていってから、のね、短期並びに FX でのロングイン、これはまあある程度ね、チャンスかなと思いますので、ちょっと勝負をね、仕掛けてみてもいいかもね、っていうのね、意識をしておいてください。はい。で、基本的にはね、やっぱりこの、うん、長い目線で見ると、60ドルというところをまあ目指していくでしょうから、この雲をね、抜けていったら結構強くなると思いますよ。うん。ですから、ここ、高値を結んだラインを抜けます。で、雲でチャレンジする。で、まあ、これでもいいかもですね。雲をもう突破して抜けた後にロングインして40ドルぐらいです。ですから、うん。40ドルぐらいで、ロングインをして、この上のね、60ドルを狙っていくっていう形でもいいかもしれません。はい。そっちの方がね、結構安心して、こうね、見ていける可能性がありますので、待てる方であればね、そこまで待っておきましょうか。うん、それがいいかもですね。はい。よろしくお願いいたしますよ。40ドル超えからのロングインはチャンスよと。この雲の上端値ぐらいからの。まあ、もう42とか、うん、ごめんなさい。そこら辺付近ですね。雲を抜けてからロングインをするのがチャンスよということでお願いいたします。はい。まずは第一段階クリアするかもねっていうのをね、押さえておいてください。もし押されるんであれば、やっぱり青いラインですよ。28ドルぐらいまで落ちてきますので、そこでの分割エントリー、ちょっと集めていこうかなという方がいるんであればね、気にかけておいてください。はい。次行ってみたいと思います。行きまーす。次はですね、BNB 見ていきましょう。BNB でございます。はい。こちら、ポチッとな。いきまーす。ちょっと見にくいですね。消しましょう。はい。BNB、バイナンスコインなんですけれども、いいですか？ただいまの価格が308ドル付近をね、推移しているような状況になっております。はい。で、この通貨に関しては、いいですか？安値を切り上げていてからの安値切り上げ、高値も切り下げていっている状況ですから、これはまあ前回のね、配信でも言いましたけれども、やっぱり三角持ち合いがね、うん、ちょっとこれ、下限値まで落ちてきてないんですけど、三角持ち合いがある程度、うん、意識されている、のかなという感じがね、いたしております。で、今ちょうど、このね、安値を切り上げたこのサポートラインでしっかりサポートをされてね、今上にぐんと上がってきそうなんですけれども、やっぱりこのね、長期並びにね、中期、この黄色と赤のラインですよ。いやごめんなさいね、ちょっと黄色と赤のライン、ここ被ってますよね。このラインがやっぱり上値を重くしているので、またもう一発下がってくるかもなっていう感じもね、いたしております。出来高もそう入ってきているわけではね、ないので、ちょっと下げがね、ちょっと怖いなと。で、
まあ一つね言えるのはマックD戦がね、まあゴールデンクロスを起こしかけているので、これがきちんとゴールデンクロスを起こせば一旦はね、このね、要するに高値を結んだこのラインぐらいまでは一回グッとねひげつけて上がってくる可能性があります。ですから目標価格としたら上でいくとね325ドル付近までのちょっと上昇、一旦の上昇はあるかもしれないので、そこに対する期待感はで、これどうでしょうかね。ビットコインがねやっぱり調子が良くなってくれば、当然このバイナンスコインもね調子が良くなってくるとは思うんですけれども、やっぱりねこうバイナンスが今ね窮地に追い込まれているような状況でございますから、もうちょっとね落ち着いてから、まあ長期の方はね、入れていってもいいかもなと。下に割れる可能性もやっぱりありますもんね。でもね入ってくるニュースあんまり良くないでしょ、バイナンスに関しては。うん、その割には下がってないんですよ。うん、そうなんですよ。その割には落ちていないので、これねやっぱり全てが解決した暁には跳ねていく、通貨の一つとして捉えておいていいかもしれないです。これは、はい。ですからちょっと期待感を持ってね。だからそういった意味で結構長期で持っていこうかなと思う方であれば、まあ別に今ぐらいの値打ちでね、ちょっと打診ぐらいで入れていっても申し分ないかなと。で、ごめんなさい。今ね、日足レベルでの雲を確認したら、このね、オレンジのラインと被ってますので、ちょっとさらにね、この、三角持ち合いのレジスタンスぐらいまで上がってくる力がね、あるかどうかですね。それです、とにかく。ですから、もしオレンジのラインを突破すれば、で、日足でね、ちゃんと確定してくれれば、ワンチャンこれね、レジスタンスラインを突破して三角持ち合い上抜けということで、どうでしょうか、ぐんとね、上がってくるかなと思っております。はい。ですから400ドルぐらいまではいっちゃうんじゃないかな、このね裏タッチあたりぐらいまではいっちゃうんじゃないのかなと思っております。ここちょっとごめんなさい、また雲が邪魔ですので、ここですよ。短期で、こう結んだね、サポートライン、この三尊を形成していたサポート、いわゆるネックライン的なものでしょうか。まあネックラインはここでいいかな、まあこういう形でしょうか。うん、ごめんなさいね。まあ右上がりのラインでございますよ。ここでの裏タッチぐらいまではね、ワンチャンあるかなと思いますので、400ドルぐらいまでの上昇はね、見ていけるでしょう。よろしくお願いします。とにかく三角持ち合いを上にブレイクしてくれれば、ちょっと厚さがね取り戻されるよということでお願いいたします。はい、次行ってみたいと思います。まあ長期保有目的の方はね、さっきも言ったように悪いニュースが流れてきているんだけれども。そこまで金額にね大きく影響が出ていないので、やっぱりね期待をしている方が多いのかなという感じがいたしております。はい、そしたら次行きます。次はねこちらビチェーン見ていきましょう。ビチェーンでございます。これこの前もちょっと見ましたかね。で、いきますよ。ビチェーンなんですけれども、ただいまの価格がいきます 0.068 ドル付近をね推移しているような形になっております。で、今これねわかります。まあ、ちょっとまず引きで見ていきましょうか。このまず右上がりのラインっていうのはものすごく重要です。これはやっぱりサポートとしてねバリバリ効いておりましたので、このねラインに沿って、ずーっと上がっていってるっていう感じですから、サポートとしてはものすごく強く機能しております。 OK です。で、あと一つね、ちょっとここわかります？高値を結んだこのラインからの、この、ここ、5月中盤あたりからの高値を結んだライン。このラインがあります。で、今、そのね、高値を結んだラインを、要するに上にね、ブレイクしそうな形になっています。ですけど、まあ、出来高がそこまでね、まあ、入ってきていないので気になるところなんですけども、で、そのラインをね、ブレイクしそうなので、今これチャンスかなと思いきや、やっぱりね、日足レベルで、中期、並びに短期の移動平均線がありますし、この 0.082 ドルっていうのがね、やっぱり、強めなね、サポート、レジスタンスとして効いているので、まあ、サポートですよね。で、ここもサポート。レジスタンスといったら、まあ、ここですよね。レジスタンスとして聞いています。直近で言うと。で、前もありましたかね。ごめんなさい。ちょっと戻りましょうか。ありましたね。はい。ここですよね。やっぱり抜けていってからのサポートとして機能してますから、この黄色いラインはね、結構固めにやっぱり、もし落ちてきた場合であっても、意識はされていくでしょう。で、4時間足レベルで見ますと、これもね、4時間の長期の移動平均線が、やっぱりここ上に覆いかぶせて、黄色いラインの上に、下にね、ちょうど存在しているような状況ですから、ここを抜けるのに一苦労すると思うんですよ。黄色いライン。ですから、いいですか？もし短期並びに FX で勝負をかけたいなと思う方がいるんであれば、この黄色いラインを突破した後にねやっぱり入っていくのがベストでしょう。バイナンスとかであればね、おそらくできるかな、できましたかビチェーン、できたらねやってみてもいいかもしれません。 0.08 ドルを超えてからのロングインでこの裏タッチぐらいまで狙っていくっていうのがね、いい形に皆様の資産が、増えていくんじゃないのかなと。で、必ずねこの裏タッチ付近での利確をね推奨しております。ですからあまり欲はかかずに 0.12 ドルぐらいでのね利確をしていくのがいいのかなというふうに思っております。まあそれぐらいでしょうかね。まあとにかく高値を結んだラインを突破しても上にね抵抗線があるので、あまり過度な期待はできないよと。ここを抜けてからのロングインはね、ここを抜けてから黄色いラインを抜けたらね結構強さが出てくる可能性がありますので、そこに対する期待感をね持っておきましょう。はい、次行ってみたいと思います。行きます。次は、こちら、H バーヘデラハッシュグラフをね見ていきたいと思います。はい、で、行きますよ。ヘデラハッシュグラフなんですけれども、 H バーね、ただいまの価格が 0.19 ドル付近をね、推移しているような形になっております。はい、でちょっと引きで見ていきましょうか。こういった形で
下落チャンネルをね、やっぱりこう描いていたんですよ。下落チャンネルを描いていました。んですけれども、途中からやっぱり相場感が変わってね、下落チャンネルでももう影、要するにこの中線よりも下側で推移するような下落チャンネル。ですから、もうこれはね、弱いでしょう。弱いでしょう。かなりね。ですから、下に割れてくる可能性があるんですけれども、実はこの H バーね、この黄色いラインっていうのが結構強固にやっぱり効いているんですよ。効くラインとして、おそらく認定しておいてもいいと思います。うん。やっぱりね、こういった形でほら、わかります?レジスタンスからの上昇起点となっている場所、やっぱりグレーっとね、グレーっと、いわゆる出来高が入ってきてね、上昇していきました。で、それがやっぱり意識としてあるので、なんとかここを割らせたくないと。ですから、サポート。で、ここもね、サポート。はい、として効いてます。で、ここもサポートとして効いてますよね。ですから、下は 0.16 ドル付近で、まあ、固定化していってもいいんじゃないのかなという感じがしております。OK ですか?ですから、0.16 ドルまで下がってきたら、これはまあ、現物買いのね、チャンスとして捉えておいていいでしょうと。で、今ちょうど、いいですか?まあ、下はそういう風になってるんですけど、高値をね、結んだラインがこういった風に引けます。ちょっと4時間で落としますよ。はい。高値を結んだラインが引けていて、今そこをね、ブレイクしたところ、これは確か私の前の配信でも言ったかなと思います。うん、ブレイクした後ぐらいにね。ですから、一旦はロングチャンスなんですけども、あ、これも言いましたね。なんですけれども、ここ、やっぱり抽選ラインの 0.2 ドルを超えてから、挑戦、チャレンジしていくのがいいでしょうから、0.2 ドルを超えてからね、いわゆるこの H バーに関しては、短期並びに FX の、を考えていらっしゃる方は、勝負をね、かけてみるのがいいかもしれません。ちょっとごめんなさいね。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと期間が、今ね、期間が持っていかれました。はい、すいません。で、いきますよ。で、その際は、やっぱりね、この下落チャンネルの上端値がまたね、上に上がってきたら意識されますから、うん、やっぱりここ、0.27 とか 0.28 ドル付近での、あれですよ。いわゆる利確はね、推奨しておりますので、堅実にね、利益を取っていきましょう。で、もしここで利確して、この青いラインを上にブレイクしたら、もう一回入り直して、次は 0.45 ドルというね、ちょっと大物を狙っていける可能性があります。まあ、もしかその前にね、ここ高値の 0.4 ドル。うん、ここがね、やっぱり意識されてくるかなと、0.4 ドル付近ですよね。うん、そうですね。0.4 ドル付近での、まあ、利確、ここは推奨しておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ですから、とにかくいいですか、今の状態であったら、上がってきているんですけども、まだ抵抗線がある。うん、抽選。並びに、このね、下落チャンネルのレジスタンスがありますから、抽選を超えてから勝負を仕掛けてここで生産。で、もう一回抜けて青でサポートされているのを確認したら、ロングインをして 0.4 ドルを狙う。みたいな形でね、行くのがベストでしょう。下に関して言うと、初め言いました。うん。0.16 ドルでの分割エントリーはチャンスとして捉えておいてください。はーい、次行ってみたいと思います。行きまーす。次はですね、チリーズ見ていきましょう。久々ですね。チリーズ。あ、いました。はい、こちら。はい。チリーズなんですけれども、いきますよ。あまりね、動きがないので、なかなか突っ込みどころがないんですけれども、ただいまの価格がね、0.24 ドル付近を推移しております。で、これに関しても、だいたいちょっと引きで見ていきましょうか。軽めにね、やっぱり持たれている方もいると思いますからね。こういった形で、うん。一旦は下落チャンネルをね、こういう風に描いていたんですよ。ごめんなさい、ちょっと動きまくって。下落チャンネルを動いていました。こういった形。ちょっと作りそうだったんですけど、もう2回つけて終了してますので、まあ、あまり意識はされていないかもなーという感じもしますけれども、で、その後にね、まあ、さらに大幅下落を起こしても、相場感が一変したのが、5月の半ばあたり、やっぱりこの最後のね、ファイナルフラッシュッみたいなのが効きまくりまして、ブリッとね落ちてきた。で、その後なんですよ。その後、うん、その後にね、やっぱりちょっと引きで見ますけど、いいですか、これもね、ここわかります、もうね、もういわゆる本当にもうこれ、ね、昇竜拳レベルのものが来た、この起点となる場所。ですから、今年の2月ぐらいですよね、から、5.7 目のラインがね、引けております。うん、これは、やっぱりサポートとしてね、やっぱりかなり効いていっているラインじゃないかなと思っております。やっぱりここ、ヒゲで抜けてるんですけど、実践で戻して、またこの上を推移していますので、今、この値位置をね、いわゆるこのラインをちょっと割れ込んでいる状況になっております。OK です。ですから、もう一回ね、まあ、どうでしょうか、戻ってきてから、まあ、欲を言うなら、短期並びに FX で勝負したい方は、0.3 ドルを超えてからね、チャレンジをしていくのがいいかなという感じがいたしておりますよ。0.3 ドルで。まあ、どうでしょうかね。まあ、もしくはね、ごめんなさい。まあ、ここもありますよね。この短い時間軸なんですけど、上昇チャンネルを描いていく可能性もありますから、やっぱりこのね、右上がりのライン上に回帰してから勝負をかけてもいいかもなって、それもちょっと今思ってきました。ごめんなさい。引きで見たらね。ですから、一回ね、ちょっとチャレンジをしてみてもいいかもですね。この上端値を短期並びに FX の方はですよ。うん。狙っていくような動きになるかもしれませんので、ちょっとチャレンジね、してみてもいいかもなと。で、今のこの値位置何かと、この 0.24 ドルっていうのが、やっぱりここでしょうね。出来高がものすごくブレーと入ってきている場所でございますから、この上昇の値位置っていうのがね、まだ意識されているんでしょう。ですから、今の右側を見ていただいたらわかるように、もう黄色いラインでのもじもじがすごいでしょ。激しいですよね。日足でこれですよ。4時間足レベルだと、もうこのね、黄色いラインをもうこう往復ビンタするような形でずーっと動いてますから、ここはちょっとね、ワンチャンそこっていうかね、今回のフェーズでの、ワンチャンそこになっている可能性もありますから、ちょっと打診で入れていってもいいかもでございますよ。OK ですか?長期並びに、中期保有目的の方であればね、ちょっと打診で入れていってもいいかもなと。で、短期並びに FX の方はやっぱり割れ込むと嫌だと思いますから、まあ
少なくともこのね、右上がりのライン上です。ですから、今のドルベースでいくと、0.26 ドル付近からロングインして、この上を狙っていくみたいな形でね、しても面白いかもしれません。まあ、どの道この青いラインでね、抵抗入ると思いますけれども、アセンディングトライアングルを作って上に抜けて 0.4 ドルを狙うという形もね、シナリオ的には想定できますので、そこはね、よろしくお願いいたします。はい。まあ、とにかく、チリーズに関しては、今のネイチあたりっていうのがね、結構うよよーってしていて、もう相場感が、ちょっとまた変わりつつあるかなと思いますので、現物買いのね、チャンスとして捉えておいてください。はい。で、チリーズはやっぱりね、これね、もう定型の話が結構強いので、やっぱりスポーツ業界のトップを張る一つと、まあメイン通貨と思っておってもね、いいかもしれませんよ。うん。こういったのがね、まあまた再注目されて、アホみたいにバーンと上がっていく可能性もあります。で、その際はいいですか、すべてを超えしものパワーが出てきたら、ここまで、0.6 ドルぐらいまでの上昇はね、見ていけるでしょうから、そこは楽しみなね、相場感になっていくかなという感じがいたしております。はい。とにかく今は黄色いラインでうようよしてますから、資金に余力がある方はね、ちょっと分割で、買っていっても、まあ、打診あたりで買っていってもいいかなと思っております。はーい、次行ってみましょう。本日のね、チャート分析最後となります。ちょっとビットコインどうでしょうか？うん、ギリギリ耐え切ってますね。はい、行きますよ。行きまーす。最後、はい、リスク様行ってみましょう。リスク様でございます。行きまーす。はい、こちら。リスクなんですけれども、いきますよ。ただいまの価格が 2.78 ドル付近を推移しております。で、これは、もうサードチャレンジ。ですから、ちょっとこれ消しておきましょうかね。はい。ここをね、抜けていったら、実践として明確に確定をしてくれればでございますよ。うん。あと1時間ぐらいですよね。4時間だったらね。1時間足レベルでもうちょっとまだ抜けきっていないので、抜けました？抜けそうな感じですよね。うん。頑張って、このね、短期の移動平均線、ここがちょっと支えとなってね、ぐっと上にね、持ち上がってほしいと。ちょっと、左側どうでしたか？長期の移動平均線があらかたね、サポートになってこういるのでね、長期の移動平均線もまあ追いついてきてほしいんですけれども、なかなかすぐすぐはね、ちょっと追いついてこないかな。ですから、短期、並びに中期の移動平均線の上昇をね、こう待っている感もありますので、そこを支えとして、黄色いラインをもう一回突破したら、ですから 2.8 ドルですよ。サードアタックでございます。はい。ですから、突破していってからね、この 3.8 ドルを狙っていくような動きになってくるかなと思いますので、まあ、一回はヒゲでね、押されてますから、ここ、3ドルですよね。3ドルを抜けてから、3.8 ドル。あたりをね目指していくような形で仕上げてもいいかもしれません。ですから3ドルですから今の金額がね295、6円ぐらいでしょ。ですから3ドルですから今からどうでしょうか。2、30円上げですから330円とか340円ぐらいを、つけていったら日本円でね基本的には、この、黄色いラインを上に抜けているという状況でございますから期待をしてね、行きたいなという感じがいたしております。 3.8 ドルぐらいまではワンチャン狙いますよと。3ドルを超えていったらねそこは意識をしておいてください。よろしくお願いします。そして、ちょっと日足の雲がね、ちょっと邪魔になる可能性が あったんですよ。そうです。これです、これです。ですから、いいですか、ここ、日足でもうね、これ今突入してるんですよ。OK です。わかりますよね。今突入してます。ですから、これね、あと20時間、21時間なんですけど、まあ、ちょっとちゃんと粘っていただいて、このね、黄色いライン上で日足のね、ロウソクが確定してくれれば、本当に今日明日あたりで 3.8 ドルを単独で狙っていける可能性がありますので、3ドル、そうですね、黄色いライン、もしくは3ドルですよね。3ドルを抜けてくれれば、3.8 ドルを目指していけるような、スタートラインに立つかなと思いますので、この日足の雲ちょっとね、注意をしておいてください。よろしくお願いします。これもずーっと落ちてきて、ようやく今ね、ロウソクとぶち当たった状況ですから、抜けていったらね、ちょっと強さが出てくるかもよという形で、覚えておいてください。よろしくお願いいたします。はい。それぐらいでしょうかね。はい。とにかくリスクに関しては今チャンスですよということでお願いいたします。はい。そしたら、本日のね、チャート分析は以上となります。そして、本日の重要ニュース行ってみたいと思います。パパフー、パパフー、パワーいやお願いいたします。行きます。行っちゃいます。ダブルで行きました。お願いいたします。まずお一つ目こちら。はい。ラスベガスのね、ストリップクラブ。はい。ライトニングネットワークでビットコイン決済導入ということでございますね。こういった形でね、広がってくれれば楽しいございますよ。はい。いきますよ。ストリップクラブのクレイジーホース3は、ラスベガスの大手、エンターテインメント施設としては初めて、ライトニングネットワークを使ってね、ビットコイン決済を受け入れると発表したと。で、同クラブは、ビットコインのレイヤー2、スケーリングソリューションを実装して、客のね、即時決済を可能にするということでございますね。はい。で、ビットコインの決済処理業者であるオープンノードを統合させ、まずは客がね、お客様が施設のウェブサイトで、ビットコインを使って安全にVIPボトルパッケージを購入できるようにするということでございますね。はい。で、発表によるとビットコイン決済導入計画には、入店料、食事の選択、あとはクラフトカクテル、そしてクラブの象徴とも言える、まあそうですよね、あちら、ストリップクラブですからね、エンターテイナーへのチップに使うダンスドルの購入に、デジタル資産をね受け入れるといったことが含まれるということでございますね。まあ
綺麗なお姉様方がね、やっぱりダンス、まあ、踊っていることでしょうから、やっぱりそこの、そのね、まあ、妖艶に踊っているんでしょうか、その方に対するね、チップをということでございますよね。まあ、これはものすごくね、大きいんじゃないですか。そういったね、まあ、お仕事を、皆様を楽しませるお仕事をね、している方に対する、まあ、こうね、まあ、チップという形で、これいい形じゃないですかね。で、いきますよ。別の言い方をすれば、ラップダンスのライトニングだ、ということですね。はいはいはい。で、クレイジーホース3の広報担当者である方ね、この方、リンジーさんという方が、便利さとともに、より高いレベルのね、匿名性を顧客へ提供する方法として、ビットコインを扱う機会を受け入れることにしたと話す。そして、こうも付け加えた、ということですね。はあはあ、オープンノードと提携することにより、シームレスで安全、革新的な支払い方法を提供して、テクノロジーに精通した顧客のニーズに応えることが可能になりますと。で、オープンノードはライトニングネットワークを利用したビットコイン決済プラットフォームで、はい、126カ国で利用され、8000人以上のね、ユーザーがいると。で、このプラットフォームにより、施設は第三者の決済処理業者や、関連手数料なしに直接ビットコインの支払いをね、受け取ることが可能になると。で、まあ、アダルト業界ですよね。業界はここ何年かの間に選択肢の一つとしてでなく、必要性を感じて仮想通貨を受け入れてきた。一般的な決済処理業者がこうしたビジネスをハイリスクとして禁止したり、高額な手数料をね、請求してきたためだ、ということでございます。で、ちょっと今読んで思ったんですけど、このほら、何ですか、エンターテイナーの方々ね、この方々にチップをほら、チップに使う、あ、これ今はどうなの、私ごめんなさい、全然行ったことないのでわかんないんですけど、うん、夜のあのね、お店ね、もう、ほぼ行ったことないんですよ。まあ、こういったところも当然そうなんですけど、ほら、あるじゃないですか、クラブとかね。ああ、行ったところも、ほんと数える、もう、1回、2回ぐらいしか、ほんと、2、3回ですか、それぐらいしか行ったことないかなと。ですから、あまりね、こう、別にこんな、いや、行かない理由なんかあるの、特にないんですけど、なんか、友達とワイワイガチャガチャしてね、バーベキューしたりとか、飲んでる方が意外と面白いな。居酒屋でバカみたいにどんちゃん騒ぎとかして、踊るクラブは行ったことありますよ、そら。踊るクラブはね、結構もう、毎週金土みたいな形で、行ってました。アホみたいに。大学生の時ね、アホみたいに行ってましたけれども、その、お酒を飲むところですよ。女性の方がいらっしゃるね。あそこはね、ほんと数えるぐらいしか行ったことないなーという感じがいたします。うん。で、やっぱりほら、どうなんですか？そういったお店でほら、なんかね、お客様は、ちょっとごめんなさい、わからないんですけど、こう、現金を直接あげる方がね、こう、なんかこう、周りのお客様に対する、なんかわかります？あれもあるのかなと思うんですけどね、どうなんですかね。これ、ちょっとわかんない。現金のやり取りって今ないんですか？そういった形で言うと。うん、ちょっとごめんなさい。わかりましたかね？今の話。ですから、ちょっとこう、ね、携帯でパッパって送るのは嬉しいけど、でもそれ誰にもわかんないじゃん、みたいな。うん。で、ああいうのって、お金をね、チップとしてあげてるっていう、その行動自体、行為自体に、こう、楽しさをね、見出してる方もいると思うので、ちょっとそこに対するね、需要があるかっていうのはちょっと疑問ですね。だけどほら、この、食事とかね、そういったものに関しては、まあいいのかなと思いますけれども、はいはいはい。まあそういった形。だから、ダンスドルっていうのが何なのか。うん、ちょっとごめんなさい。わかりませんね。うん。よろしくお願いいたします。はい。まあ、こういった形でね、まあ、どんどん広がってほしいな、という形がしております。はい。そして今日の本日、最後のニュース、第1部ね、いきまーす。仮想通貨は、いいですか？ちょっとこれ面白かったですよ。まあ面白かった時は、ほうほうほうみたいな感じですね。自由を求める人々のために選択肢を与えると。で、これコインベースの CEO の方がね、言っておりますよ。はい、いきますよ。ナスダックに上場している仮想通貨取引所コインベースのね、共同創設者及び CEO である、ブライアン・アームストロング氏が、同時コインの共同制作者であるジャクソン・パーマー氏が先日行ったね、仮想通貨への非難に対してツイッターで返答したと。うん、で、15日に投稿されたツイッター上のスレッドにて、アームストロング氏はビットコインのような仮想通貨の持つね、極めて大きな利点の、いくつかを挙げまして、仮想通貨はもっと人々、自由をね、ごめんなさい、もっと自由を求める人々のために別の選択肢を提供しているに過ぎないと強調したと。うん、これはね、ちょっと、って読んでた興味があったので、今回ニュースにしました。で、アームストロング氏は、仮想通貨産業へのスタンスはね、その人の考え方によって異なるものだと強調した上で、まあ、それはそうですよね。金融規制当局、だって誰からもね、別にやりなさいって言われたわけじゃないですからね。はいはい。で、金融規制当局からのより強い管理をね、求める人々は、自由に従来の、不完紙幣制度をね、利用すればいいと続けて述べていると。そうなんですよ。うん。いや、批判する必要ねえじゃんと。ね。今までの、その紙幣を使っていけばいいんじゃねえのみたいな形でございますよね。うん。いきますよ。しかし、だから、そういった意味で言うと、強い管理を求めていないということでしょうかね。このアームストロングさんはね。だって強い管理を求める人々は、もう今までのドル使えばいいんじゃねえのとかね、他のお金今まで使っているお金使えばいいじゃんと。そんな強い管理求めるんだったらってことを言ってるんでしょうかね。しかし、政府による解決策がね、大抵の場合、非効率的か、約束を果たさないか、期待外れである。
と考える人々にとって仮想通貨は強く望まれてきた新たなる風なのだと、うん、アームストロング氏は述べているということでございますね。はいはい。ですから、自分のね、国の政府が信用できない方々だけがこういった仮想通貨を使っていけばいいんじゃねえの、これをだって望んでいたんでしょっていうことでございますよ。うん、 OK ですか。で、続けてアームストロング氏は適格投資家に関するね法律などの制限について触れながら、従来の投資ツールは比較的小規模なね投資家にはあまり多くの機会を与えてこなかったと述べている。これは結構面白かったですね、言っていることが。うん、いきますよ。で、ここセリフ、適格投資家の法律がいい例だと。で、その法律は普通の人々を詐欺から守るためにね善意で作られたものだ。で、確かに立派な考えですと。それはしかし、でもしかしね、その実際の結果はどうでしたかと。どうだっただろう。その法律のせいですでに金持ちでない限り投資によって富を得ることが大抵の場合は違法となっているのだっていうふうに言ってるんですよ。ですから、とにかく今のね状態だと、今のね、あのこの、わかります？まあ、いわゆる、金持ちは金持ち、どん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 金持ちになっていくけど、ね、もう、あまり今、そんなお金持ちじゃない、いわゆるお金持っていない、もう、小規模な投資家は、うん、まあ、要するに、こう、まあ、違法的なことをしないとね、富を得ることができないってことを言ってるんでしょうかね。はい。で、従来の投資物件とは対照的に、だからこれが今まで従来のということですね。まあ、株とか空いたものでしょうか。うん、まあ、金持ちはどんどん金持ちに、そこまでお金持っていない方はそこまでお金持ちにはなれなかったということですね。で、対照的に、ビットコインのような仮想通貨は、初期の段階では投資家に対していかなる金融機関からの許可も、あ、認可もね、要求しなかったため、個人投資家にとって魅力的な機会を提供していた。うん。で、アームストロング氏は次のようにさらに述べていると。これはいいですか。ビットコインが非常に多くの人々を豊かにした理由の一つだと。まあ、それはわかりますよね。はい。証券ではなかったから、早くから普通の人が投資することができた。もう間違いなく大賛成、私も。うん。このアームストロングさんね、そうなんですよ。まあ、とにかく株って、まあ、証券の株とかね、やっぱり入りにくいっちゃ入りにくいんですよね。ものすごく入り口の間口が広い、もう仮想通貨は。で、さらに確かにリスクもあります、確かにリスクもありますけれども、反面ね、やっぱりこうね、短期間でやっぱり10倍100倍ってなる通貨もやっぱりありますから、やっぱりそれが呼んでね、送り人っていう風にね言われている方々もポン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 出てきたわけじゃないですか。ですから、今までね金持ちになれなかった方々の本当にもう なんていうんですか、まあ最後の砦じゃないですけど、本当に希望の光ですよね。これは、この業界っていうのは本当に、これはアームストロングさんにも大賛成。今までのものだったらやっぱりね、うん、そうなんですよ。もう本当に金持ちはより金持ちに、やっぱりほら、いろんなことこう、まあね、あまり言いたくないですけれども、やっぱり結構ね、まあ裏的な話もねあったりするんでしょう。やっぱりああいうのもねあると思います。やっぱり金持ちは金持ちの中でねあると思いますよ、それは。うん、まあ皆まで言うなとね感じでございますけれども、で、でもほら、あの小規模のね投資家の方々はそういった情報が流れてきてないので、結局最終的にという風になると思います。まあ仮想通貨業界もそういった面はあるんですけれども、でも間口が広い分ね、草コインとかもいっぱいありますし、今からのこのね大幅上昇という意味で言うと、もうすぐにね一般のもう投資家ね、私どもみたいな個人投資家でも爆上げする前に仕込めるっていう利点はやっぱりありますからね。これは本当にでかいと思います。はい。そこまでお金をね、お持ちじゃない方であっても一発逆転、うん、これはね希望の光として、見ていけるでしょうと、そういうことを言ってるんです。いきますよ。で、従っていいですか、続きですよ。仮想通貨は全ての人にとって富を流動的なものにして、より機会を均等にするものだ。もう全く同意見、ありがとうアームストロング氏という形でございます、うん、とアームストロング氏は結論付けながらも、誰しも自分に最適な制度をね選ぶことができると強調した。だから今までが良かったんだったらそのまましときゃええやんとね。で、仮想通貨がいい方であればそこ入っていけばええやんということでございますよ。はい。で、仮想通貨は経済的不平等を解消するものではない、を一点、うん、全員が同じ結果をね得られるようにしているわけではないのだと、アームストロング氏は述べて続けたということですね。うん、経済的不平等を解消するものじゃない、はいはい、全員が同じ結果を得る、まあまあそりゃそうですよね。はい。全員が同じ結果なわけないのでね、で、世界のための開かれた金融システムを作る、うん、という使命を持つコインベースは20年後期よりね、非政治的なスタンスを取っていることで知られていると。うん。で、13年に同時コインを冗談として生み出した。ごめんなさいね、パーマー氏は、今週初めにツイッター上にて、うん、仮想通貨業界全体を痛烈に批判していたと。うん、批判する必要が何であったのかなみたいな感じですね。うん。で、パーマー、いや、そんなに嫌なら、だからもう何も言わずに出ていけばって感じなんですよ。ごめんなさいね、私的には。はい。パーマー氏は、仮想通貨がね、本質的に右翼的で超資本主義的な技術であり、うん、はい、租税をね、回避し、規制当局により監視の目をかいくぐり、希少性を人工的に生み出す。
ことを目的として作られたものであると主張をしていると。で、18年にパーマー氏はいいですか、仮想通貨産業が仮想通貨の飽和状態へと急速に進んでおり、その結果として仮想通貨の価値と有用性が、逆比例してゼロへと近づくだろうというふうにね予言をしているということですね。このパーマー氏ね、同時コインを作った方でございましょうか。ですが、まあそういうふうに思うのは自由でございますけれども、まあ結果ね、蓋を開けてみないとわからないよという形でございますから、まあ見てみようじゃないかということでね、そっとしておきなさいよということ、そんなに嫌ならそっとしておけばっていう形でございますけれどもね、はいね、希望を見出している方もいらっしゃいますし、嫌なら嫌で、従来のものも触らなければいいんじゃないのかなというふうにね思いますけれども、まあここはね人それぞれ考えることでございましょうから、まあなかなかね言いづらいところでございます。はーい、そしたらね本日の第1部の配信を以上とさせていただきます。そしていきますよ、いきますよ皆さん、チャンネル登録者の方がなんと行きます、なんと8422名でございます。ありがとうございます、皆様本当にありがとうございます。はい、昨日のですね配信からどれぐらいでしょうか、ちょっと結構ね 7,8 名ぐらいね、登録をしていただいて、結構ブリッとね本当にありがとうございます。皆様のね本当に高評価であるとかバットボタンでも構いませんので、はい、あとはねコメントとお待ちしております、よろしくお願いいたします。はい、あの飲食店のね、焼肉谷本様でございますけども、あちらの方でね、こう興味があってもう本当にね、コメントでありましたよ。今日行こうかなと思っているみたいな形でね、本当に皆様ありがとう。本当に機会があればね、ぜひお立ち寄りください。よろしくお願いいたします。はい。またね、機会を見て、まあね、他に、私の昔からのね、視聴者様、あとバディのね、一人も、いるんですよ。まあ名前言っちゃって大丈夫ですか？岡さんっていうね、方がいるんですけども、この方もね、ちょっと、飲食店をされている、結構人気があるね、ところらしいんですけれども、そこもね、ちょっとこう、ある程度定期的にちょっとこうね、やっていきたいなと思っておりますので、第2弾のね、飲食店、ファイト、ビットマン TV がバックアップする、応援シリーズ、行ってみたいと、新しくできましたね、今ね。ビットマン TV が、バックアップ応援する、飲食店シリーズみたいな感じでね、行きたいと思います。これね、また時期を見計らって、こう、溜まってきたらね、こう、今まで紹介してきたところが、ちょっと溜まってきたらね、またこれ別枠でね、ちょっと動画を作ってやってみたりね、するのも面白いかなと思いますので、まずお一つ目はね、昨日、おとといでしょうか、ご紹介いたしました、焼肉屋さんでございます。はい、岡山県でございますね。第2弾も行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日第1部の配信を以上とさせていただきます。第2部の配信は、今日の夜のね、11時ぐらいでしょうかに配信をしていきたいと思っておりますので、ぜひともそれまで楽しみにお待ちください。ではバイチャ。